はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日はランキング動画やっていこうかなと思います。今回のランキングは青属性最強トップ10というわけで、まあ4周年周年になったんで更新しているこの属性ランキングなんですけども、あと5日でね、4周年が終わるっていう時に2属性残っているというわけでね、ギリギリ間に合いそう。青属性もね、なかなか層が分厚い印象があったんで、やっていくんですけども、このランキングは僕マルトラの独断と偏見で全て決めているんで、ぜひとも皆さんの意見も、コメント欄にお願いします。そして、このランキングは2022年の4月12日に作ったものになっておりますので、これ以降に登場したキャラクターは含まれておりません。あと、コメント欄で多かったんですけども、イベントランキングもうちょっと細かく作ってほしいと言われたんで、今回イベントランキング項目ちょっと分けてやっていこうかなと思うんで、まあその辺もねコメントお願いします。行きましょう。はい、というわけでやっていくんですけども、まずはイベント最強補助メイン編ですね。いかにイベントで補助ができるか。この補助は回復やバフ解除といって耐久寄りの、補助メインキャラクターをランキング付けしてきました。今回のランキング項目6個ぐらいに分けておりまして、イベント最強補助メイン編、強化メイン編、火力メイン編、そしてイベント最強友情技編、そして決闘最強メイン編、決闘最強友情技編に分けておりますんで、いつもより長い動画になっていると思うんですけども、最後までお付き合いよろしゅう。まずは10位から4位見ていこうかなと思います。まずは10位なんですが、山本ですね。この方は体力タイプと、390% ダメージぐらい出しながら青属性のダメージ軽減890ぐらいを2ターン打てるっていう、まあダメージ軽減要因で一番、まあ、優秀なキャラクターになっているんじゃないかなと思いますね。僕もよく耐久パーティーで使うことありますわ。んーで9位、こちらイベキャラのセクレスワロテイルなんですけども、この方回復&ダメ減、まあ回復キャラはね、まあガチャキャラの方が強いっていうのはもう絶対なんですけども、イベキャラにしてはなかなか力発揮してくれるんですよね。で8位がイノ。このイノは、弱体化&バフで特性で、ダメ減っていうキャラクターなんですけども、このキャラはねちょっと最近評価上がっている気がするんですよね。まあ期待も込めて、次回外れている可能性もでかいんですけども、まあ期待も込めて8位ですわ。で7位が、カポネベッチ。この方体力依存で体力タイプで、青属性のダメ減ですね。一旦だけのダメ減なんですが、火力も出してくれるんでなかなか使いやすいんじゃないかなと思います。で6位がダイ。この方バフ解除。5位4位の、剣魔もバフ解除ですね。まあこれはランダムで1個攻撃力アップを解除するんで、例えばなんか100と10が相手にかかってた場合、100を解くこともあるし10を解くこともあるって、そこ確定ではないんですが、まあでもイベントにおいてバフ解除は優秀ですね。ダイが一番火力出ないんで6位で、次に火力出るんがこの誰やったっけ、キャベンディッシュか。んで一番ヒーローキャラの中で火力出るんが剣魔と、剣魔ね1万5000ぐらいの固定ダメージ入るんで必殺1個は約3万以上は飛ばす。でバフ回なかなか優秀ですね。はい、というわけで第3位いきましょうか。第3位はこちら限定氷河というわけで、今年登場したガチャキャラなんですけども、必殺が、合計 550% ダメージで、攻撃力アップを数値の高い順に1個解除で、自身の攻撃力 20% アップ、反撃ダメージ 30% ガードというわけで、青属性で攻撃力アップを数値の高い順に1個解除というキャラクターは氷河しかいないんですよね。ちょっと変わったやつで、彦星十郎さんはいるんですけども、あの方は数値の高いやつ1個吸収
なんですよね。その吸収って永続を吸収することはできないんですよ。最近ね、永続使ってくるキャラクターまあ多いんで、ちょっとあの方はランクインは入っていないんですけども、この方は確定で解除できるっていう点からめちゃめちゃ優秀じゃないかなと思います。で特性で、生成数軽減とダメ減を持っている。生成数軽減めちゃめちゃ強い。まあ、タイプが、攻撃と特殊というわけで、この二つにしか、まあ、対応していないんですけども、まあね、その二つ結構キャラ多いんで、かなりイベントでは優秀じゃないかなと思います。はい、というわけでお次第2位はブルマですね。やはり回復キャラが、まあ1位に独占しますわな。ブルマは HP169% 回復、2ターン700ダメ減というわけで、クソ強いわ。めちゃめちゃ優秀ですね。まあめちゃめちゃ初期キャラになっているんで、最近登場したガチャキャラたちと比べたら回復力等々は劣ってしまうんですけども、まあダメ減つくんで、場合によっちゃブルマの方が使いやすいっていう状況も多々ありますね。で特性で毎ターンビビ回復というわけで、このビビ回復も、まあ、耐久パーティーやったら10ターン20ターン耐久することザラにあるんで、この460地味に助かることが多いんですよね。なのでブルマ2位です。はい、というわけでイベント最強補助メインランキング第1位はこちら小野寺ですね。個人的にブルマよりやはり小野寺の方が強いんじゃないかなと思う。まあ、というのも、回復力がどぎついのとレジェンドゲージアップ、このレジェンドゲージアップはね、イベントではめちゃくそ強いんですよね。しかも回復キャラというね、もう毎ターンのように必殺打つキャラでレジェゲージアップ持ってんのは、もうこれでね、レジェンドの回転率バカほど上がるし、特性で属性のバフ、無双みたいなことやりよんねん、この女の子。めちゃめちゃ強い。さすが天使ですわ。小野寺可愛すぎる。このアイコンね、サンタコスか、制服かどっちか迷ったんですけども、まあ、原点に戻って制服にしました。まあね、めちゃめちゃお世話になっておりますね。やっぱりね、この 256% 必殺以降は約1万以上回復しますので、パーティーの7分の1ぐらいかな、今で言うと。めちゃめちゃ回復力強いんで、まだ小野寺1位でいいんじゃないかなと思いました。はい、というわけでお次はイベント最強強化メイン編ですね。いかにステータス等々アップしてくれるかですわ。これは火力を出すための、お助け役っていう感じなんで、どっちかっつったら補助も入っておりますね。攻撃力アップ、必殺技ダメージアップ、弱体化などといった、とにかく火力出すための強化をする、キャラたちを採用しております。そんでこのランキング基準は団結ではございません。まあ、とにかくイベントで使いやすさも重視しているんでよろしくお願いします。まずは10位から4位見ていくんですけども、まずは10位、羽衣キツネさんですね。この方必殺ダメアップ 13% ぐらいを、積んでくれますね。一旦だけっていうのが難点ではあるんですけど、まあ優秀じゃないかなと思います。んで9位がマジンベジータ。この方、400ぐらいの火力と、毒、そして自傷を 16% の2ターン必殺ダメアップというわけで、自傷入ってるんでイベントでは使いづらいんですよね。団結やったら別なんですけども、あくまでイベントなので、まあでも全然まだ2019年キャラにしてはまだ珍しいことに使えるキャラクターにはなっているんですが、まあやっぱり最近ね、火力とバフエグイっていうキャラクターも両方とも出てきているんで、まあちょっとねランキング下にはなってくるんじゃないかなと思います。んで8位がゴールドセイヤくん。この方最近情報修正されまして、最大火力は 500% 乗ったんやったかな確か。で 23% の、攻撃バフ、これが3ターンぐらい続くっていう、まあかなり優秀な性能にはなってますね。まあキラーが
なので継続回復っていうね、まあ使ってくるダンジョンそんなないんで、キラーはあれとしても、まあ、バフはめちゃめちゃ出るんで、そんでこれ、ね、まさかの味方全体っていうね、属性の縛りないっていう、まあこのゲームにおいてはあんまり意味ないんですけども、まあでもその点も、まあ使えるっちゃ使えるんじゃないかなと思います。で7位がイグロさん。イグロさんはガード貫通しながら420ぐらいダメージ与えて、バフ 23% 攻撃力、これ一旦だけなんですけども、個人的にはね、聖夜くんより強いんじゃないかなと思っている。まあそこバフの効果ターン続くのを取るか火力を取るかっていう点で、僕は火力を取りました。あとガード貫通っていうのも結構使いやすいんじゃないかなと思ったんで、イグロさん、まあここあんまり差ないんですけども、ちょっとイグロさんが上じゃないかなと思います。で6位が表遊戯。この方もなんか 400% ぐらいダメージ与えながら、青属性の必殺ダメ 15% アップで、自身のダメ減というわけで、この方は圧倒的にマジンベジータより使いやすいんじゃないかなと思う。火力も表遊戯の方が勝っているし、バフは 1% だけ負けているんですが、自傷ダメージ使うし、ダメ減も張るんで、まあかなり優秀な立ち回りしてくれるんじゃないかなと思います。んで5位が弱体化。まあやっぱりこの強化枠といったら弱体化強いですよね。ペローナは 38% の弱体化1ターン打ってくれるっていう。火力は全く出ません。必殺380ぐらいやったかな。で確かね、特性でバフがないんですよ。だから他のキャラと比べたら圧倒的に火力は落ちるんですが、個人的には必殺ダメ攻撃力アップより弱体化の方が強いんじゃないかなと思っているんで、ここペローナ、その他の方より、ランキング上にしました。んで4位が、新しい方のクスオ君。この方 37% の弱体化2ターン打つっていう、これは強いね。ペローナの圧倒的上位互換、弱体化の効果は 1%少ないんですけども、ターン数がその分1ターン長いっていう、これ1ターン長いかどうかで結構変わってくるんで、まあ、このクスオ君で火力もまあまあ出してくれるんで、順位上にしました。はい、というわけで第3位いくんですけども、第3位はパッチですね。やっぱね、あの 38% 弱体化とかよりまだパッチの方が上じゃないかなと思いますね。ダメ減貫通もなかなか優秀ですし、 455%、まあ、最大火力は 500% ぐらいやな。んで緑青属性の攻撃 24% アップ、これは、最大数値 27% ですね。めちゃくそ強いこの人。2020年登場キャラにしてはなかなか優秀なラインに入っているんじゃないかなと思いますね。んで特性で永続生成数軽減、これも使いやすい。生成数軽減やっぱりイベントではねめちゃめちゃ使えるんですよね。しかもこれがバフ要因でついてるっていうのはかなり使いやすいんじゃないかなと思います。お次第2位はこちら、限定モモですね。このモモ強すぎませんかね。必殺が425、これ最大火力480ぐらいだったかな。んで1万の固定、2ターン必殺ダメ 16% アップ、これ最大数値 20% ですわ。ね、固定ダメージついてんのが偉すぎる。必殺1個割これ3万7000とか飛ばすんで、そっからの必殺ダメ 20% アップですから、まあ、やっぱり最近ね体力タイプが一強の中で、まあやっぱり決闘だけじゃなくて、それはイベントでもなかなか効果あると思ってまして、必殺ダメアップの方が僕は順位上だと思うんですよね。まあ、やっぱりパッチと比べたらモモの方が上じゃないかなと思う。んで特性で永続生成数軽減、ハートプチ1個、9個変換の緑ペイントプチとして、変換する。でレジゲージアップというわけで、もうイベントに特化しまくってますね。
めちゃめちゃ強い。僕個人的に青属性の強化要因で一番強いキャラになってるんじゃないかなと思います。はい、というわけでイベント最強強化メイン編栄えある第1位、こちら限定せいやくんですね。まあやはり限定モモをもってしてもこのせいやくんには勝てないんじゃないかなと思いますね。必殺440、これ最大火力 460% ぐらいですね。で一旦 44% の弱体化、 44% 弱体化はえぐいて、さすがにほぼ半分ですから、ほぼ半分受けるダメージ増加、この性能はね多分もう今後強化系では上取られない、マウント取られないんじゃないかという、まあ、2020年登場キャラなんですけども、2020年にして天井叩いた感があるんですよね。んで特性で生成数軽減また持ってるんですよ。もうイベントの強化キャラ最強として、もう生まれるべくして生まれたキャラですね。しかも生成数2軽減っていうね、ここもなかなか使いやすい点じゃないかなと。そんで弱体化に目行きがちなんですけども、ちゃんと火力も出るんですよ。必殺1個あり貫突やったらね、2万まあ7000とかは絶対に出してくれるキャラなんで、そっからの弱体化えぐいですね。欲しいです、めちゃくそ欲しい。はい、というわけでお次のランキングはイベント最強火力メイン編ですね。シンプルです。イベントでいかに火力を出すことができるかっていう点なんですけども、まあこれもイベントで使うならという、基準なんで団結ではございません。そして、使いやすさもう判断基準に置いてますんで、ただ単に火力出るキャラクターを上位にしているわけではございません。とにかく使いやすくて強いという、キャラクター採用しております。いきましょう。まずは10位から4位、こんな感じなんですけども、まずは10位、ザリンですね。こいつの火力半端ないんですよ、ほんまに。 525% ダメージが、キラーなしで出て、レジェンドゲージアップ回復という、もうねイベントにおいてはごっつい使いやすい。そんで特性で、プチ出現、あのプチ変換も持っているんで、なかなか使いやすい、めちゃめちゃ使いやすいんですけども、ステータスがちょっと低いんですよ。 HP が1万ぐらいしかないんで、ちょっと耐久できひんかなっていう点から下に、しました。で9位白星ですね。この方ガード貫通の 550% ぐらいやったかな、キラー込みで、そんでバフも持っているっていうね、キンモイキャラやね。改めて見たらこの人めちゃめちゃ強いなと思う。そんでガード貫通もね、なかなかイベントでは使いやすいんじゃないかなと思います。で8位が限定ルキア。この方400何ぼやったかな、70ぐらいやったかな、火力出しながら、氷結と裂傷を与えるという、まあやっぱりイベントで火力出すのは状態以上は外せませんよね。しかもダブル状態以上はかなり優秀じゃないかなと僕は思うんですが、まあ一つのあの状態以上の数値がそこまで高くないんで、まあまあまあ、ダブルあの状態以上付与っていうね、新しいキャラクターだったんで、まあそれはしゃあないんじゃないかなとは思うんですけども、まあでも全然強いんじゃないかなと思います。で7位が限定剣心。この方、最大火力 530% ぐらい出しながら、必殺自動変換と火ダメバフというわけで、火力はね、プロテインお嬢さん白星とかの方が、まあ、550なダッチの方が出るんじゃないかなと思うんですけど、使いやすさが半端ない。まあ、火力もねもちろんのごとく出してくれるし、必殺自動変換これなんですよ。これがねイベントにおいてはごっつい使いやすいんで、
まあ、ちょっとランキング上にしてみました。で6位が、デクマイトですね。この2人 525% でバリアーキラーはまあ無視して、生成数必殺自動変換ですね。で一旦バフ一旦ダメ減というわけで、剣心の火ダメバフは自分に攻撃が来ないとバフされないんですよ。その代わりに2ターンなんですけども、だからあの自分に攻撃こうへんっていうこともまああるんですよね。だからその火ダメバフの恩恵受けれないっていうことも多々あるんですけども、デクマイトに関しては、効果ターン1ターンの代わりに確定でバフがつくんで、しかも 26% の必殺ダメアップ、なかなか火力出るんで、剣心よりはちょっと上じゃないかなと、思いました。で5位がモモ、はい、強化メインでも上に来ていたんですが、やはり火力も出る、固定ダメージ1万がなかなかな恩恵受けてますね。必殺1個割り3万7千ぐらい、そんでペイントプチ変換バフ強すぎますわ。で4位が限定隊長ひつがやさん。ひつがや隊長まだイベントにおいては強いんじゃないかなと思いますね。まあ必殺自動変換とかよりやっぱりもう1万5000ぐらいの氷結、それが2ターン続く、でその氷結の間1ターンごとに4000ずつ火力上昇、込み込みで最大火力必殺1個あり、まあ7万8万ぐらいは飛ばしてくれるキャラクターですね。クソ強い、まだまだイベントにおいては現役じゃないかなと思います。はい、というわけで第3位はこちら、限定義勇さんですね。やはり鬼滅が強いんですわな。必殺で逆襲というわけで、この逆襲という性能は決闘だけじゃなくてイベントでもごっつい使いやすい、そんで最近はもう普通のバランスタイプやのにお前体力タイプかっていうぐらい体力めちゃめちゃ多いキャラクターが増えてきているんで、その環境の今イベントで逆襲がめちゃめちゃ使いやすいんですよね。逆襲っていうのはまあ書いてある通り、最大 HP の減少している分の、ダメージを与えるという、効果なんで、最大 HP8 万で、こっちの現在 HP が1万やった場合、7万の差があるんで、その7万の差の 45% 分、まあ約半分なんで3万ちょっとかな、のダメージが上乗せされるという性能ですね。あのね、まああの、場合によっては、さっきのキャラの方が火力出るっていうのはもう絶対なんですが、義勇さん、体力タイプ。なんで、パーティーの底上げもちゃんとしてくれるし、レジェンドゲージアップもしてくれるんで、しかもバフもするし、なかなか使いやすさはあるんじゃないかなと思います。お次第2位こちら、炭治郎義勇さんというわけで、やはり鬼滅強いですね。必殺が最大 HP の 130% ダメージで1ターン火ダメ回復、5ターンバフというわけで、クソ強いねこの人ら。なんなんこれ、HP が2万なんか1000、2000ぐらいで、全キャラトップの、ま、HP を誇っているんですよね。そっから放たれる 130% ダメージは、ま、決闘でも脅威なんですが、やはりイベントではなかなか使いやすい。そんで5ターンのバフ、その自身のバフしながら属性のバフも貼る、属性なんですよね。僕もマジで決闘でしかあんまり使わなかったんで、ビビったんですけども、属性のバフやで、これちょっとね改めて見て驚きましたね。属性なんやと思って、めちゃめちゃ強いんで、特性で、1ターン目と7ターン目にハートプチ虹に変換で、1ターン目と7ターン目に、通常ダメ 25% アップ、これ貫突まで持ってったら150ぐらいアップするんやったかな、もっとかな、わかんないですけども。んで自身のタップ数プラス1、13ターン目自身のタップ数プラス2というわけで、13ターン目に本気出すという、キャラ
ですね。13ターン目タップ数6やから、しかもこのタップ増加がターン指定なんですよ。これ HP100% の時とかじゃなくて、そのターンになれば確定で発動するという点からめちゃめちゃ強いんじゃないかなと、やはりイベントでもかなり使えるんじゃないかなと思います。はい、というわけでイベント最強火力メイン編栄えある第1位こちらというわけで、ベジットですね。やはりベジットだと僕は思います。必殺1個あり、約7万ぐらい飛ばしますね。ほんで属性のバフで、この度情報修正されて、通常ダメが伸びました。火力も伸びたな。3ターン通常ダメアップするんで、普通になんかバフと攻撃力アップと連れていったら通常ダメでもゴリゴリ削れるっていう、んで自身で必殺なんか7万ぐらい飛ばすっていう、まあイベントにおいてはまだまだ強い。というかこの先火力系でベジットより強いやつ出てくんのかな、こんだけのポテンシャル。まあさすが無双といった性能なんじゃないかなと思う。まだまだ強いわ。はい、というわけでお次はイベント最強友情技編というわけで、まあイベントにおいていかに使える友情技かっていう状況なんですけども、このランキングは、耐性を無視しております。だから、まあイベントにおいて強い友情技ってそのダンジョンの適性する友情なんですよ。弱体化使ってくるんやったら弱体化短縮とか、だから汎用性ですね。そういう、もうとにかくどんなダンジョンにでも連れていけるみたいな感じの友情技を採用しております。いきましょう。10位から4位こんな感じなんですが、まずは10位、犬丸くんですね。挑発をね入れんの忘れてましたわ。挑発めちゃめちゃ強いやんという、そういう状況で、他に挑発キャラクターいるんですけども、まあこの犬丸くんは6000回復して4ターンぐらいバフかかるんで、まあちょっとね他の挑発キャラより頭一つ出てるんじゃないかなと思います。で9位がムクロさん。このムクロさん一旦出現プチダイアップ&プチ変換必殺変換と、まあこれもかなり使えるんじゃないかなと思います。んで8位7位が氷結ですね。最近僕あんまね友情で氷結持ち、やっぱり耐性を超究極とか行くときは積んだ方がいいんで、あんまりこういう状態付与系連れて行ってないんですが、まあ使ったら強いですね。で6位がウルカ、バフ解除プチ変換必殺変換めちゃめちゃ強いです。で5位が山本と闇団長、一旦色プチ出現なし、山本は緑プチ、団長は青プチ。この性能最近超究極でかなり使えるんで優秀じゃないかなと思います。で4位がこれは三崎くんやったかな、青プチ出現アップですわ。2ターン、まあ、出現アップ系はどのダンジョンにでも連れていける優秀なキャラじゃないかなと思います。はい、というわけで第3位はこちらダイですね。プチ変換と出現アップ3ターン。さっきの三崎くんは3ターンじゃなくて2ターンなんで、ここ1ターン伸びるだけでえらい違いなんで、ダイの方が順位上じゃないかなと思います。お次第2位はこちら、ナスさんですね。僕が愛用しているナスさん。ナスさんマジで強えわ。5個必殺プチの爆発範囲アップ。赤すべて青に変換、3ターン出現アップ、バフというわけで、これが6ターンで打てる、6ターンで打てる3ターン出現アップ、クソほど強いです。ぜひとも皆さんにも使ってほしい、僕が保証する。はい、というわけでイベント最強友情技編第1位はこちら、限定神楽ちゃんですね。まあこのランキング定番の1位じゃないかなと思います。緑1個必殺に変換、緑プチ青に変換4ターン青プチ出現アップ、これは、8ターンで最大打ってますね。8ターンで打てる4ターン出現アップ、
さすが限定というクソ強え友情になっております。はい、というわけでこっから決闘なんですが、さっきのイベントランキングどうでしたか？今回結構分けてみたんですけども、元の方がいいとかなんかね、コメントなんかあったらお願いします。お次決闘最強友情技編、残すところあと2つ、友情とメインとなりました。なかなかね、今回のこの青の友情層がかなり分厚かったんで、悩みました。そして、この決闘のランキングも、もっとね下の方も見てみたいっていう声があったんで、15位まで今回ランキング付け、ちょっと下の方までランキングつけてきたんで、よろしくお願いします。いきましょう。まずは15位から11位見ていくんですけども、まず15位、限定聖夜くんですね。この方、青プチ変換4ターンの 80% バフドカ置きというわけで、最近分割バフが主流になってきているので、ちょっとね、ドカ置き系はランク下にはなってくるんじゃないかなとは思うんですけども、まあでもプチ変換持ってるんで、まあ強いんじゃないかなと、青属性のドカ置き界では一番強いんじゃないかなと思います。で14位が、受話器先輩。受話器ね、まあバフ界持ってるんで優秀かなと思ってたんですけども、なんか知らん間に使ってなかったんで、まあ、ちょっと使用率下がってきて、やっぱり時代の流れからバフ&バフ界っていうキャラクターが強い中で、やっぱりこのね、ただのバフ界っていう、まあ一応基本プチダメアップは持ってるんですが、まあちょっとね、弱くなってきているんじゃないかっていう印象はあるんですけども、まあでもバフ界なんで全然使えますね。で13位がクロロと限定ジョータロー。クロロはコピー、限定ジョータローは必殺変換、邪魔変換、プチ変換、バフデバフっていう性能ですね。まあクロロコピーものすごく優秀、まあなんですけども、あの青属性のメインキャラでね、コピー使えんのがね、真冬先生ぐらいなんですよね。まあ他にもいるっちゃいるんですが、ちょっとね、あのある特定のキャラでしか使えへんと、ちょっと幅広くはないかなと思ったんで、まあ、クロロこの辺ですね。まあ、ジョータロウもなかなか、まあ、強いんじゃないかなと。そう、なかなか分厚いんでね、この辺からも全然強い類には入りますね。んで、12位が、限定モモと限定ヒツガヤ隊長。モモは弱体化&必殺変換、プチ変換。ヒツガヤ隊長は、一旦ガード必殺変換プチ変換ですね。あ、まあ弱体化モモめちゃめちゃ使えますね。ものすごく優秀、やっぱり今現在でも2枠目と4枠目に刺さるんで優秀じゃないかなと思います。で限定ヒツガヤ隊長、まだ青属性には 29% ガード、あれが出てきてないんで、まだこの 23% ガード需要ものすごくあるんじゃないかなと思う。まあ、というか23% なんで、受けるダメージ4分の1カット。そりゃ強えわ。ほんまね、青属性結構強いキャラクター多いんですよね。13位から上に関してはね、点数つけるならば、1点とか2点の差なんで、なかなか難しいんですけども、11位がデクマイトですね。デクマイトね、まあ最近登場した新性能なんで、まだ開拓、未開拓なんで、順位下にしてるんですけども、今後使用率結構上がると思うんですよね。2ターン 21% ガードで通常ダメアップ持ってるんで、2枠目に刺す人今後めちゃめちゃ増えるんじゃないかなと思いますね。期待の意味も込めて10位以内には入んないんですけど、まあこの辺で、ぶち込んでおこうかなと思います。お次10位から4位こんな感じなんですが、まず10位羽衣キツネさんですね。バフ界&二次変換&バフというわけで、必殺ダメアップ解除ですね。めちゃめちゃ強いわ。まあ、やっぱりね、青属性でバフ界持ってる友情技が少ないんですよね。他属性で言うと限定剣八とかといったような限定キャラがバフ界持ってるキャラクターってね、青属性でいないんですよ。これビビったんですけども、なんでやねんって思ったんですけども、一人もいないんで、いいひんやんな。多分いいひんと思うんですけども。だからね、
このキツネさんはかなり重宝されるんじゃないかなと。バフ&バフ会、まあ優秀ですね。で9位がクスオ君、カポネ、ベッチ、アマチキ先輩、この3人は定番のバフですね。やっぱりこのバフ要因は横一線で強いんじゃないかなと思いますね。クスオ君が3ターンの必殺ダメ 67% ぐらい、カポネ、ベッチが攻撃力4ターンの 79% アップで、竜巻2ターン短縮やったかな。んで、天月先輩が4ターンの必殺ダメ 69% ぐらいアップですね。まあメインキャラが青属性じゃないと最大バフかかんないっていう点から、まあ下にはなるんですが、めちゃめちゃ強いバフの要なんでね、クソ強いんじゃないかなと思います。んで8位がフーゴ、この方は属性の縛りない4ターンの、攻撃力 79% アップ。やはりめちゃめちゃ強いんじゃないかなと思いますね。んで7位がイグロさん、イグロさんはまだここでいいんじゃないかなとは思うんですけども、次の 4.5 周年のランキングではちょっと危ういかなと思いますね。まあ12万回復、必殺変換、プチ変換、まだ強いと思う。やっぱり回復が強いっていう環境なんで、このイグロさんもまだまだ現役じゃないかなと思います。んで6位がベジット、ベジット最近めちゃめちゃ強くなったんじゃないかなと思いますね。3ターン属性の縛りない必殺ダメ23%アップやったかな。で2次変換、必殺変換、弱体化一旦防止、まあ無効ですね。百鬼夜行のレジェンドがついたも同然の性能ですわ。クソ強いですね。最近決闘で使ってる人よう見ますわ。まあ情報修正入ってバフがちょっと伸びたんやったかな確か。それでまあめちゃめちゃ使いやすくなったし、バフの効果ターンも3ターンっていう、めちゃめちゃ勝手、めちゃめちゃ使いやすい性能になったんじゃないかなと思います。で5位がザリン、ザリンは言うてね、無双さんとかより上でいいんじゃないかなって思ってる。まあ2ターン血統忖度 25% 必殺ダメアップやったかな。んーで必殺変換、火ダメバフ解除、爆発範囲ものごっつい必殺変換なんで、レジェンドが溜まりやすい、これなんですよね。めちゃめちゃレジェンド溜めやすくて、レジェンドも何回も発動できるっていう状況が多々あるんで、だから2枠目でレジェンド発動しても3枠目にザリン積んどいたらレジェンド溜まるんですよね。それが3枠ぶっぱとか、まあ使ってる時はなかなか優秀ですし、バフの数値もなかなか高いんで、まあ情報修正されたんでね。で二次変換も地味に持ってるんで、なかなか優秀じゃないかなと思います。んで4位が、美月、この方必殺変換、必殺3個吸収で、邪魔変換バフっていうね、めちゃめちゃ強い、しかもこのバフが、2ターン続くんで、まあ、3枠ブッパー の3枠目においても、し3枠でキルできなくてもそのバフ恩恵受けながら4枠目で勝つみたいな、めちゃめちゃ強いわ。今まで必殺変換&吸収要因は古橋と魚雷やったんですけども、最近はこっちの新性能の方にスイッチングしてるっていう人も多いんじゃないかなと。僕もそうなんですけども、やっぱり邪魔変換してくれるんがなかなか優秀ですね。はい、というわけで第3位はこちら、限定真冬先生ですわ。まあランキング定番の上位にぶち込まれている17万回復、この真冬先生が17万回復第1弾目ですね。こっから悪夢が始まったんですけども、やっぱ全属性揃った今、友情4つだけで68万回復、パーティーのほぼ半分ぐらいを回復するっていう、友情4つだけで、キモいね。なかなかこの友情技僕も愛用しているんですが、めちゃめちゃ強いわ、もう語ることないね。 G だけ見たら恐ろしいのが伝わると思いますわ。お次第2位、こちら炭治郎&義勇さんというわけで、まあ決
闘友情ランキング上位を、入っていた17万回復や、必殺変換プチ、あの必殺吸収のあれより僕はこっちの方がいいんじゃないかなと思いますね。生成数1軽減3ターン、決闘忖度2万5000ダメ減4ターン、サポート対象の必殺ダメ、合計 54% アップ、属性の縛りがない必殺ダメアップはこの炭治郎義勇さんとあと一人だけなんですよ。使い勝手がものすごくいい。絶対にパーティーに入れてません。最近ね、このダメ減、ダメ減の重要性に気づいてきて、このダメ減積んどいたら耐久まあできるんですよ。しかも3ターン続くし、生成数も軽減されるんで、まあ、盤面に干渉はしないものの、他の、キャラでね盤面干渉してあれっていう、なかなか強いムーブできるんで、この方2位で、1位の方とめちゃめちゃ悩んだんですが、まあ炭治郎義勇さんは今のところ2位ですね。はい、というわけで決闘最強友情技編第1位はこちらパッチですね。そりゃそう、そりゃそうですわ。パッチ2次変換と4ターン必殺ダメ、合計 65% アップ、これか属性の縛りないっていう。もうね、今後ね、友情でね、これより強いやつ出てこうへんのちゃう。なんかもう30万ぐらいなんか回復するアホみたいな回復キャラとかが登場せえへん限り、僕はパッチ一強の時代がちょっと続くんじゃないかなと思う。唯一ここを脅かす存在が炭治郎&義勇さんですね。まあ、環境変わるにつれ、バフ多いよりダメ減積む耐久よりの方が強くなってくるっていう可能性があるんで、1位と2位が変わるだけで新参者登場せえへんと思うねんな。めちゃくそ強いわ。僕も愛用しております。ありがとうございます。はい、というわけで最後のランキングいきましょうか。決闘最強メイン編というわけで、まあこのランキングはシンプルイズベストですね。強いやつをただただ採用しております。ほんでこのランキングも友情技同様15位まで、ランキング付けしてきました。いきましょう。まず15位から11位なんですが、このランキングは賞味めちゃめちゃ悩みました。ぜひともね、皆さんの意見も、お聞かせくださいっていう感じなんですが、まず15位から11位は賞味誰でもよかったですね。あんまね、強いキャラクターがそんなにいないんで、まあ15位に関してはジライアですね。まあジライア先生もまあ一応入れてるっちゃ入れてんねんけど、最近はあんまり使われませんね。で14位はヒッツガやった。一応まあ氷結強いんですが、今の環境とあんまり合致してへんなっていう感じです。で13位はザリン、525%、 火力はどぎついんですが、HP 低いんで耐久よりじゃ全くないんですよね。で12位がヒコさん。まあヒコさんからちょっと、点数は上がりましたかね。バフ吸収持ってますわ。まあなかなか優秀じゃないかなと思います。で11位はゴクベジ。まあダブルタップ持ってるんで、ヒコさんより上でいいんじゃないかなと。これちょっと若干ね、ゴクベジ一番ダブルタップで不遇な性能なんで、まあ、ちょっと情けも入ってますかね。お次10位から4位なんですけども、こっから点数がぐんと上がります。さっきとはもう全くの別世界なんですけども、まず10位デクマイトですね。この方ね、ちょっとね、今回の4周年の他のキャラが強すぎて霞んでるだけで、全然強いんじゃないかなと思いますね。今後評価上がると僕は思っているんで、期待も込めて10位ですわ。で9位ベジット。まあここね、デクマイトとベジットを入れ替えてもいいんじゃないかなとは思ったんですが、まだデクマイト未開拓なんで、
まだちょっとね開発進んでないっていう点から、まあ今までいるベジットっていうので上にしました。ここを全然入れ替わることあると思う。でこっからまたさらに、順位ランクがぐんと上がりまして、8位が、限定義勇さん、うん、まあ逆襲持ちですね。こっから点数つけるならばマジで1点とか 0.5 点とかの差なんですけども、まあこの義勇さんめちゃめちゃ悩んだんですけども、やっぱラスアクとかでね結構優秀なキャラクターが出てきているし、キルヒエとかも出てきたんで、ちょっとね使いづらい感はあるなっていう点で、ただめちゃめちゃ強い、キャラクターにはなっております。で7位が、量産レモン。量産レモンもねほんまに悩んだんですけども、まあダブルバフ、弱体化短縮っていう点でクソほど強いんですが、よう考えたら最近使ってないんですよね。やっぱり火力がちょっとねあんまり出ないっていう点と HP が低いんですよっていう点から、まあダブルバフはクソ優秀なんですが、ちょっと最近落ち着いてきてはいるかなっていうので、ここにしてみました。で6位が限定城太郎。こっからマジで点数 0.5 点ぐらいなんですけども、ここも悩んだんですけどもね、城太郎はまあ6位でいいんじゃないかなと。1万2000回復やったかな、血統忖度回復&、ダブルタップ持ってるんで、まあ4枠目で使ってる人よう見ますわ。しかも体力タイプなんで HP の底上げもできると、かなり優秀ですね。で5位が限定氷河。この方550ぐらい出しながら、攻撃バフ数値の高いやつ1個解除して、2ターンか3ターンぐらい、攻撃力自身 20% アップ、反撃ガードというわけで、クソ杖ですね。やっぱり最近ねバフ&バフ解除っていうなんか意味わからんやつ出てきているんで、だからねダブルバフ積むまでもないというか、こういうねバフ返しながらバフっていうところがちょっと最近席めちゃめちゃ奪われてきている感がありますよね。この氷がめちゃめちゃ強いですわ。で4位が、白星、ガード貫通。もうこれだけで優秀ですね。しかもちょっとしたバフも、確か乗ったんで、3枠キルとかで3枠目にぶち込んで、もし、キルできなくてもバフしてるんで4枠目につなげるっていう、なかなか優秀なキャラなんじゃないかなと思います。はい、というわけで第3位はこちら、限定真冬先生ですね。真冬先生クソ強えよね、ほんまに。必殺で 480% ダメージ、必殺ダメージ数値の高いやつ1個解除、まあ劣勝というわけで、あ吸収か、必殺ダメ吸収は青属性で持ってんの真冬先生のみなんですよ。だからねめちゃめちゃ重宝される。あとコピーしやすい友情技が17万回復で、メインでこの性能なんでめちゃめちゃ使い勝手がいいですね。まあ他の必殺ダメアップ吸収がまた青属性で出たら評価どうなるかは分かんないんですけども、ただ今現在の環境真冬先生はめっちゃ強いんじゃないかなと思います。お次第2位は限定剣心というわけで、剣心めちゃくそ強いよねほんまに。必殺で 531% 最大火力出して、必殺自動変換、火ダメバフ 21% というわけで、まあ火力もどぎついし火ダメバフも優秀なんですが、真骨頂は必殺自動変換ですね。いやこれ持ったことによってねほんま戦略の幅が広がりまくってる。最近限定剣心耐久パーティー使ってる人よう見ますわ。で2枠目で赤積んでる人が結構多い印象があるんですよね今の環境。そこにも有利取れるっていう点からかなり優秀じゃないかなと思う。んで特性で、二次変換で血統忖度ダメ減も入っているんで、ちょっとまあ防御
しながら火力出しながらっていう、めちゃめちゃ強い、個人的に今一番欲しい限定キャラですね。はい、というわけで決闘最強ランキングメイン編、栄えある第1位こちらというわけで、炭治郎&義勇さん暴れまくってますわ。もうこれはいろんないでしょう。こいつマジで最強ちゃう。まあ、ダブルタップ持っているっていう点も優秀なんですが、何が優秀かっていうと、確定でダブルタップ発動するんですよ。今までは HP100% の時っていう、条件がついていたんで、こっち高校取って相手が先行でレジェンドでなんかマタナとか風神とかやられたら HP100% じゃなくなってしまうんで、ダブルタップが発動しないんですよ。っていうのでめっちゃめちゃストレスがあったんですけども、この炭治郎義勇さんは確定発動なんでクソ強え。ほんで体力タイプ、全キャラトップっていう点で HP の底上げもできる。そんで通常ダメ、これ最大火力エラあるんで、1枠目でね、なんか10万ぐらい飛ばされるっていうのも多々ある。何この人は。この先決闘最強でこの人を塗り替える人が出てくるんだろうか。もうね、2、3年は安泰じゃないかなと思うぐらいこの人強いです。はい、というわけで青属性最強トップ10こんな感じでした。どうだったでしょうか。まあいつもよりね、長い動画になってしまったんじゃないかなと思うんですけども、まあね、やっぱり青属性の友情技めちゃめちゃ層が分厚かったんで、結構ね悩んだランキングになったんですけど、まあぜひともね皆さんの意見もなんかコメントでお願いしたいなと思います。明日か明後日、しあさって、まあこの5日以内に、最後の属性黄色やろうかなと思うんで、よろしくお願いします。